どうも、レイノです。今日はエアブラシタンニングに行ってきたいと思います。エアブラシタンニングは、まあ、スプレータンニングとも言われてるんですけど、こう肌に色をつけるやつですね。こう大会とかで黒い方がこう陰影がくっきり出るので、僕もそのスプレータンニングをしています。まあ、普段から日焼けもしてるんですけど、こう少し黒くなっていた方がエアブラシタンニングした時に、ムラができにくいような気がするんで、まあ、もう過去に2回ぐらい行ってるのでどんな感じかっていうのが分かってるので、今回もしっかりと焼いてからエアブラシタンニングをしていきたいと思います。で、注意点が結構ありまして、こう保湿クリームとかそういうのがあったりすると色が浸透しにくいらしいので、しっかりと先にお風呂に入って全部流してですね、なんで今すごい肌もカサカサして突っ張っている感じがあるので、まあ一応マスクはつけてこの辺は保湿していこうと思います。で、4時間から6時間ぐらいでまあ色も定着するらしいので、一応14時に予約ですね。で、15時ぐらいに終わるので多分なので9時とかそのぐらい、夜の21時ぐらいまでお風呂入れないですね。なんで前日でこう水抜きとかで汗かきたいんですけど、9時から汗抜いて次の日朝早くってなると万全ではないので、お風呂でもう少し汗をかいて、で、まあ、今に至るって感じですね。で、茶色いスプレーをやるので服にも注意点があって、こう白っぽい服でいくと色がついちゃうんですね。なんでできるだけ擦れないような、肌と擦れないような服で、で黒い、黒っぽい服ですね。ネイビーとか黒の服で行ってます。で、あと背負うものもですね、あまりこう重量かかったりするとここだけ色が剥げたりするので手持ちのカバンで行きます。そのぐらいですかね。あ、で行くところは、池袋のラグジーブロンズさんですね。で、ここはベストボディの公認の場所です。で、まあ、あとはそうですね、注意点とすると、なんかスプレーやってる時に結構呼吸をしてしまうと、なんか喉にスプレーの成分が着するのかな、なのかちょっと喉がイガイガするので、しっかりと、止められる限り止めて息を吸わないように気をつけます。まあ、この顔もやるので、であとはこのパンツですね。一応パンツ履いてやるんですけど、可能な限りパンツの範囲を狭くして多めに、多い範囲をスプレーでできるようにした方がいいですね。パンツの範囲が広いといざ大会になった時にパンツ、大会のパンツの方が小さかったら色がついてないところは外に出ちゃうので、スプレーやるときはできるだけパンツの範囲を狭くして大会のパンツの方が大きい状態にしといた方がいいです。これ間違えたら結構恥ずかしいですね。ということで行ってきます。
ラシタンニング終わって、昨日レスリーさんとお話をして、ちょっと展示会みたいなものにちょっとトークショーかに招待されたので、そちらに行ってきました。でそれが終わって、まあ帰ってきたんですけど、残り、まあ、2時間ぐらいでシャワー浴びれます。それまではちょっと時間があるので動画編集などをしたいと思います。ちょっと取り忘れちゃったんですけど、ラグジーブロンズさんのエアブラシの機械ですね、スプレーなんですけど、メーカーがプロタンの、あのタンニングのマシンだったので、結構こう時間短縮ができるような感じになってたんですよね。広範囲にスプレーが出るような感じになってたので、10分から15分ぐらい時間が短縮されてるイメージでした。僕が行ったのは去年も一昨年も行ってるんですけど、去年はかなりこう大会数も増えて、ここに来る方もすごい多かったみたいで、まあ、ちょっと大会とかの関係で、言えない人もいるんですけど、もう各々大会の優勝者が来てます。なんで本当に安心できる店舗ですね。もうここに行っておけば体は綺麗にしてもらえます。なので本当におすすめなので、ぜひ行ってみてください。ということで、長かったですね。僕は1月ぐらいから、まあ、減量を始めて、で、まあ、埼玉大会とか4月5月、千葉埼玉で、埼玉で終わって11月まで本当に半年以上あったんですけど、こう撮影があったりとか、こう仕事の関係でちょっと増量期を設けれなかったので、ずっとずっとキープしてきました。なので他の選手よりも大きくなるのもちょっと、まあ、難しい部分ありましたし、こう体的にもキープするのは本当に長かったですし、苦しかったですね。でも明日は本当に楽しんで、その今まで作ってきたものを、まあ、披露できればいいと思います。本当にステージに上がるその一瞬のためですね、一瞬のために皆さんもこの4ヶ月か3ヶ月とか減量かけてやってきていると思いますし、僕自身その1月からもうほぼ1年かけてこう減量期、維持期、また減量期授けて、好きなものをほとんど食べてこなかったので、一瞬のためになんで、その代わりその一瞬を本当に楽しみたいと思います。明日ですね、泣いても笑っても明日、もう作れるだけは作ってきたんで、あとはもうやれることはやって、で、あとは審査員に委ねるだけですね。はい、ということで明日はいい報告ができるように、ちょっと明日は大会終わってすぐ動画載せれるとは思えないので、もしかしたら次の動画は明後日とかになるかもしれないです。なのでちょっと時間が空いてしまうかもしれないんですけど、アップしたらぜひ見てください。ということで、今後もですね動画を上げていきますので、良かった方はグー、悪かった方はブーもください。でインスタグラム、アメブロ、ツイッターなどもやってますので、そちらのチェックもお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。